なんだこの純朴な眼差しは。あーはー、来たー、よしよしよし、お、来たちょっと猫ちょむの夢いただきます この辺、なんか出るでしょ。お、ニャースニャースじゃないか。すごい服従のポーズをしてるけど、お腹丸見えだけど。早くもニャースは進化すると結構なポテンシャルだと聞いてるから、これはぜひ捕まえましょう。さあ、うちに来い、俺と一緒に暮らそう。よしよし、洗濯物に毛をいっぱいつけても構わんぞ。昼間は寝てばかりいる夜になると縄張りを歩き回る生産性のかけらもねえな。クリームシチュー池田、あ、マロン、マロンいいじゃない。マロン、栗色、マロン、あー猫っぽい、マロンだこれは。よし、いいぞ、マロン。さあ出てこい、怖くないぞ、出ておいで。出たなんだこの純朴な眼差しは。お父ちゃん今日も飲みに行くのってこう裾を引っ張ってきそうなこの眼差し、まあ、捕まえようこいつは。ぜひ、すごい強いんでしょ、バグトリオになったら。いや、これは主力になりうるな、主力メンバーの一人になりうる。あ、モグラだったの、ディグだって。初めて知った。ウインナーかなんかかと思ってた。モグルさんまあ深い意味はない、モグルさんだ君は。こんにちは。ほう。ん？これ何くれる人？バリヤードか。使ってみたいな。はい。ケイシーを捕まえてきました。アキラ。アキラをこのまま育てた方が強いんじゃないかというのは気のせいだ。よし。まあ、せっかくだからね。絆を大事にしよう。さあ来い。うちの子になれ。お迎えするぞ。おぉ、こんなだっけ、こんななんか食いしん坊みたいな顔したっけ、バリヤードって。お前お前こんながっつり頭頂部行ってたのか、お前。ドクター・ワイリーじゃねえか、これじゃあ。このロン毛が。え？お！野球部、野球部が？うわぁ、うわぁ、うわわわ、なんだこれ、なんかちびまる子ちゃんみたいな顔してるな。まる子のお姉ちゃんがこう攻撃的な時の顔をしてるわ。もぐるさんの方が早いでしょ。うん、これ一発でしょ。つえもぐるさんマジでつえ。さすがだ。勝ちました。けどさ、このジムリーダーって、絶対本気出してないよね。こいつが本気出したら、ボルトルス6匹出してくると思う。おおお、おや、測ったようにこのタイミングで。モグルさん、何考えてこのポケモン作ったんだ。凛々しい。ちょっともう前の話どうでもいいわ。ちょっと待って、見せて。モグトリオ見せてよ。なんだこの顔は。戦後間もない日本の高度経済成長期を支えた
先人たちの顔してるわ。めちゃくちゃ精悍な顔してる。きたー。おお、長い旅だった。おーおーおお、この成長っぷり。あー、かっこよくなった。猫感増したな。いや、これは頼りになりそう。はい、ポケモンの選出が終わりました。1匹目はマロン。まあ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 、高速アタッカーじゃないですかね。サトシに代わる。バリバリは、まあ念力しかやることないです。バリアーも壁も、そんなことしてる暇ないんじゃないかな。モグルさんは、穴を掘る以外何もできないです。あと、砂をかけて嫌がらせをします。まあ今回もただひたすら、速いポケモンたちが殴るっていう、それだけのパーティーですね。イエーイ、自転車手に入れたぜ。うぅー、はいはいはい、めちゃくちゃ速くなるな、これ。お、段差いけんのかよ、おい。私は戸立てさん、何か添えてみるかね。あ、じゃあ強いぞ。適当に時間が出たけどさ、ちょっと、何もそんな勢いで預けちゃったけど、大丈夫？あ、ピカチュウ置いて、ピカチュウ置いてった。さらばピカチュウ。あ、帰ってきた。お前早いな、お前。影分身使ったやろ。さあ、どこ行く？ピカチュウ。俺もピカチュウのレベル上げだけしようかなと思ってるんやけど、今回。あとさ、天罰とか、火炙りとか。あれをさ、もうやっぱり育ててさ、やっぱ多分強いと思うから、メジャーポケモンやから。竜の怒り？なんやそれ。怒っとるんか、お前、天罰、お前。天罰やないか。よし、行け、竜の怒り。怒ったれー、こらー。お、火が出たんやけど。あ、強い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 。しかもドラゴンタイプってなってたな。これはいい技覚えたぞ。お、あった。火炙りは新しく怒り覚えた。怒っとるな、うちのパーティー。激怒パーティーやないか。うん。泣き声いらんかな。激怒パーティーやから。泣き言はいらんということや。火炙り新しく怒り覚えた。新しく覚えるな、お前そんな。よし！あ！めっちゃ可愛い！うわ、可愛い！プリンを繰り出した。そんなもん、繰り出してからに。あ、ちょっと待って。火炙りの怒りを使いたい。火炙りの怒りをこのプリンにぶつけたいよ。可愛いのに変わりやがって。ちょー、ひっかく、あ、じゃあ大丈夫。怒り。くらい怒りよ。え、弱っ、え、弱っ。え、なにこれ、どういう技やん。おい。またこいつこんなやってきてん。もう、話しばこいつ嫌やな。え、ボルテージ上がっていく。寝ながらボルテージ上げてるのかな。悪いやないか、もともと。なにこれ、どういう技。何を眠りながらボルテージだけ上げとんねん、お前。何をそんな器用なことしてんねん、お前。え、もう丸いやないか、お前。ちょっと待って、これボルテージ上がってるけどさ、向こうも丸みを帯びてってんだけど、どんどん。ちょっと痛い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 。あー、でも攻撃力上がっても向こうが防御力上がる。よし、目覚めたけど。めちゃくちゃ引かれる。叩かれる。おう、どう、いや、だから、いや、向こうの丸みがすごいか。あ、でもこれ、あ、自動攻撃なんや。面白いな、これ。あ、でも、向こうがさ、丸み帯びてなかったらさ、これ。あ、これ面白い、使えるかも。イエーイ、レベル26。あーはー、来たー。よっしゃ、長かった。やっぱり覚えたか。技よつぼりの精一杯だ。覚える覚える。代わりに他の技、はい。どれにしようかな。いらんの、いらんの、いらんの。叩きつける、いらんな。叩きつけない、俺は。来たぞ、来たぞ、来たぞ、来たぞ。やっとや、もう長かった。もうずーっと電気技なかったもんな、ピカチュウ。よかったな。ウェルカムトゥクチバジム。はい、ベイビー、ユーがチャレンジャー。はは、そんな半端なパワーでミーに勝負を挑むとは。いい度胸ね。お、片言漫画来たぞ。ポケモンバトルそんなに甘くない。みんなビリビリで痺れさせてあげまーす。言ってくれたな、おい。
この野郎、どんな見た目をしているというのだ、お前は。強そうやな、お前。あれ一体でくんの？あ！ライチュウかー。なるほどねー。進化してるよん。ちょっと待ってくれ。ここは天罰じゃなくて血祭りに行かしてくれよ。血祭り。いや、火炙り。ちょっとさー、血祭りってさ、やっぱりさ、進化してないのがどうしても気になるのよ。でもここで、おい！勝手に強化すな！ここでさ、ライチュウに勝つことができたらさ、ピカチュウ、進化してなくてもいけるという証拠になるんじゃないのか？あ、やめて、ちょっと待ってやめて。待ってや、待ってや。自信をつけたかったのに、この野郎！やってくれたな、おい！うちのもんにやってくれたな、この野郎！血祭りごめん。ちょっと待ってくれ。暗雲立ち込めてるぞ、今。いや、多分ちょっと俺が使いこなせてないのはあるんやろうけど。大丈夫なのか、これ。はい、じゃあ僕のメンバーを紹介したいと思います。今回のメインはもう間違いなくこの血祭り。まあ、この、ラインナップね、技の。天罰は、10万ボルト覚えさせたんですよ。なんていうかな、睨み合いになった時に水タイプ同士でギャラドスと弱点つけんじゃないかなっていう。で、火炙り。まあ、ちょっと技が弱いんですが、まあ、これ穴を掘るを覚えてること多分もうみんな忘れてるんじゃないかなっていう。さあ、やってやるぞ血祭り。絶対お前を取られたりはしねえからな。不憫なあ。こいつ、ハッチからもらった。いやもうまさしく今の状況これなのよ。俺はもう今不憫なんだよ。再開とか取ってさ。いやダメだ、もう本当に今回は容赦なし、ガチで行くわ。前回まではなんだかんだ容赦があったけど、今回からもうガチで行きます。お、そろそろ来るんじゃないか。よし、来たぞ。来たな、ガチ1号。いやー、容赦のない俺はもう使うよ。いや、いけるでしょ。これ捕まえれるでしょ。さすがにここまで減らして眠らせとけば。やったぜー！いやもう卑怯とか関係ない。もう俺一回最下位取ったんだから。ケイシー使う権利あるぞ。よしよしよし。ニックネームつけます。もちろんつけます。はい、ガチオ。もうこいつはガチだからもうガチオでいこう。うん。名前にも、その強さを刻んでいこう。ピカー！いいぞー、ピカロー。よし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 。まあでもピカチュウはさすがにもう、選抜落ちだろうな。結構みんな強いポケモン持ってるだろうし。よしよし、でもこれでガチオがレベル16になったから、進化するってわけね。オッケーオッケーオッケー。これはもう前回やっときゃよかったな。前回俺ユンゲラ使えばよかったな。うわ、老けたな。一気に老けるよな、ユンゲラーで。なんでこんな老けるんだろう。年齢覚えたぜ。やったー。よしよしよし。勝利に一歩近づいた。ここってあいついたよな、あいつ。太った。お、来た来た来た、こいつこいつ。スリープね。いや、こいつ、いやもう初代はエスパーってだけで強いからな。捕まえろ！そのデブを逃がすな。俺が捕まえて痩せさせてやる、お前を。進化させて痩せさせてやるよ。よーし、来た。スリープね。なんでこんな太ってんだろうな、こいつ。夢を食べるという伝説の生き物、バクの子孫。バクって四足歩行のバクだよね。どこでどう間違ったらこんなビジュアルになるんだよ、子孫が。絶対どっかに人間混ざってるじゃないか。はい、夢おじ。進化後の姿を見越してね。お前は夢おじだ。夢を追いかけるおじさんだ。ん、お、パラス来た。パラスなぁ。いや、こいつさ、キノコの胞子覚えるから強いよね。このパラスのさ、背中に生えてるキノコって食べれるのかな。でも、オーキドとか、研究者だから絶対食ったことあるんだろ。うまいって言ってそう。よし、パラス捕まえた。ポケモン図鑑にセーブされます。虫の背中、虫って。パラスって呼べよ。え、それかもしかして、この下のやつってパラスじゃないの？あ、なるほど。この下の虫っぽい生き物と上のキノコが合わさることで初めてパラスっていう生き物になるんだ。
あ、そういうことか。はい、エノキング。全然エノキっぽくないけど、背中のやつ。お、ライチュウ来た。ライチュウな、俺昔からさ、ピカチュウよりライチュウ派なんだけどさ、なんかやっぱ可愛くないみたいな感じになってるよね。そのせいかサンムーンではもうものすげえこびた姿になってたもんな。あれなんだよ。あー、ちょっと待って。大丈夫か、夢欲しい。いやでも特殊結構高いから、くっそ。もう一発さ、あー、オッケー、ナイス、泣き声。ナイス、いいよ、泣き声いいよ。よーし、オッケー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 。いや、催眠術やっぱ結構当たるな、これ。からの夢食いよ。催眠術からの夢食いコンボ。いけ！いや、これ結構いけるだろ。結構削れるだろ。さすがの夢おじ。おお、いいね。よし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 。他人の夢を食って、そして自分の夢にする。そして代わりに夢おじが君の夢を叶えてくれる。そういういいのか悪いのか、よくわかんないことをするおじさん。それが夢おじだ。レベル26おめでとう。マーチェストの勝負に勝った。やったー。いやー、まあ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 。ここまでポケモンが育つとさ、やっぱもうなかなか苦戦しねえな、ジムリーダーといえども。おー、来た！夢おじ！やったー！夢おじが、ついにダイエットに成功したぞ。やったー！スタイルも良くなって。鼻でけー。鼻でけー。脂肪がなくなる代わりに鼻が肥大化した。ナムさん！おし、ナイス。倒したー。よしよし、これで、エノキングが、キノコの報酬覚えたから、1000円、安。やったー。エノキングもついに、エノキング、その名に恥じない。よーし、キングらしさを身につけたぞ。おめでとう。パラセクト。はい、この3匹でいきます。いやもう見てわかる通りガチですね。まず催眠持ちが2人いて、でかつ弱点の少ない初代では最強と言われるエスパーが2体。いやもう負ける理由が見当たらないというか、これを上回るパーティーを今の段階作れるのかっていう、そういう疑問があります。いやもうガチでいきたい。ガチで勝ちますよ。もうね、災害なんてね、屈辱はもう二度と味わいたくない。頑張るぞ。よし、じゃあ次の町行くか。商品にこれをプレゼントしよう。あ、これが金の玉なんだ。お、かわいい。なんかもうぬいぐるみみたいだな。いけ、捕まれ、捕まるでしょ、捕まるでしょ。眠らせてるから。おい、来た。ネズミポケモン。あ、ネズミなんだ。重たー。サンドにつけたい、つけたい。これサンドパンになるんだっけ。サンドパンだよな。チュナパン。チュナパンのニュースやろう。ニュース番組やろう。チュナパン。うわ、何こいつ。捕まれ。いや、こいつは、捕まるか。いろんな意味で捕まえたな、こいつ。催眠ポケモン。重たー、こいつ1メーターもあんの？怖いわ。この子だったよね。ねえ、君、ポッポ持ってる？持ってる。私のカモネギだと、いいぜ。取れたてのポッポ、青をあげよう。カモネギ。わあ、こんな、もう食ってるじゃん。あれ、手に持ってるんじゃなかったっけ？持っている茎。あ、茎なんだ。茎は大切な武器であり、刀を振るようにいろんなものを切ることができる。これ、茎なんだ。あれ、ネギだと思ってた。おお、なあ、ニャース。かわいい。来な、うちの高校に来な。よし、ニャースを捕まえたぞ。やったぜ。丸いものが大好き。実用的だな。なんかこんな感じだっけ。こんな、なんかグラビア女優のインスタみたいな感じだったっけ。ぬこちょむ。ぬこちょむさ、昨日ドンキで見たよ。そんな感じで。あ、来た。やっと来たぞ、パラス。全然出てこなかったの、お前。うわ、モンスターボールあと1個しかない。頼む、捕まってくれ。頼む、頼む、来い、来い。ふん、よっしゃ。うわー、キノコポケモン。背中のキノコは体からエキスをもらい成長する。5キロもあんの、こいつ。
怖ぁ、こいつ。ガリ弁。パラセクト結構ガリ弁っぽいと思う。メガネに見えるから。ガリ弁にしようか。おや、チュナパンの様子が。トゥイン、ドゥッティッドゥッティ、おー、おー、すげえ。うわ、かわいい。いや、めちゃくちゃかわいいじゃん。あ、サンドパンってこんなかわいいんだ。サンドパン、ネズミポケモン。そのまま転がって、ぶつかってきたり、逃げたりする。走って逃げろよ。ヘイ、プア、リトルモン。プア、なんだと、ユーの半端なパワーでは、戦場じゃ、生き残れないね。ミンは戦争で、エレクトリックポケモンを使う、マジ戦争経験者なのか。生き延びたね。はい。みんなビリビリ痺れて動けない。ユーも同じ。いや、殺そうとしてるの、俺を。怖いよ。子供だぞ。うわ、怖ー。マチス。切り裂いて、裏返しにしてやる。オッケー、オレンジバッジやるよ。うん。いけ、ガリベになれ。お、でかっ、こんなでかいの、え、でっかっ。お、ガリベンだ。おめでとう、ガリベンはパラフェクトに進化した。こんなでかいんだ。パラフェクト、虫の体より大きくなったキノコの石で活動する。あ、あ、そうなん、キノコが考えて活動してるんだ。湿った場所を好むという。大したこと考えてねえな。来た、どうなる、お、お、すげえ。うわあ、お、かっこいい。ぬこちゃんはプレッシャー、こんなかっこいいんだ。クール&ビューティーって感じになっちゃった。3人選びました。ガリ弁、このキノコの胞子、命中100の眠りなんです。キノコの胞子さえ当たれば、あとはもう吸血で血を吸い漁って。チュナパン、これはとにかく切り裂くがめちゃくちゃ強い。なんか多分これ急所確定なんかな。ペルシアン、とにかく素早い。いや、強いよこれ。特にこのガリ弁ね、キノコの胞子やばいでしょ。これでちょっと無双したいなと思います。よし、怒るか。俺ら負け組だからな。またランタン。いやー、勝ちたい。いやいやいや、これ決勝に行きたい。行きてー、俺も決勝に。ガチジー、よし、なんだそれ、ガチで行こうぜ、ガチジー。何そいつ、ちょっと待ってくれよ。もうそっちがその気なら行かせていただく。はぁ、よっしゃ、なんやそれ。いいね、いいね、いいね。待て、え、ちょっと強っ。いや、うん、どれぐらい、おお、嘘やろ。よしよしよし、いや、うん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 、いいぞいいぞいいぞ。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってや。いいぞ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 、頑張れポケモンマスター。よし、変えよう変えよう変えよう。変えようって俺言うんだ。もう選んだ。俺選んだ。変えよう。帰る。うわ。嘘じゃねえ。よっしゃ、それ、カエルを見越して違うのやってこいや。今の嘘に何の意味がある。いや、あ、分かった、いける、いける、いけるな、いけんのか。お前、あー、来た、こいつなんよな、問題は。こいつよ、問題、こいつよ。いや、うん、行こう、頑張れ。いや、いける、信じろ、自分の息子だけ信じろ。ないやねんそれ、当たれ、よし、大したことない、うおー、マジか、よっしゃ、えぐ、うぅ、マジ、よっしゃー、マジか、よし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 、硬いなこいつ。こんな硬いんだ。どうしよう、うん、どうする、どうする、よし、どうしよう、わあ、よしよし、まあ来るか、急所来い、急所、うーん、あー、竜の怒り、痛え、マジそれ。あ、なるほどね、
なるほどね。いけ。なんだそれ。はぁ、よしよし、殺せ殺せ殺せ、俺の最終兵器。あ、やばいな。あ、あ、引っ込めた。なんだそれ、なんだ。ジャーおい、よし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 、おい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 、いやでも攻撃手段あんのか、そんな。いやー、うちのそんなチューリップ帽みたいなかぶったやつ、うちのキングを舐めないでいただきたい。ほらー、あ、あーそれ覚えさせたわけ。ああ、大奮発よ。起きろ起きろ。いやー、もう眠ってる場合か、おい、何をしてるんや。さあ、クソゲーに持ち込ませていただく。ちょクソゲーに持ち込ませていただく。ちょ、待ってや。ちょ待ってや。あー、小学生諸君、これはポケモンだ。これが大人のやり方だよ。おいよっしゃー、あ、そんな行くそんな行くんすよ。よしよし、ありがとうございます。ボロ負けしたー。いやー、ちょっとこれが大人のポケモンだよ。あー、あー、そいつそんな強いんや。何が来る？なんだろう。なんだ？射程何？ちょっと俺受け狙ってるやつだから。なにこれ？受け狙い。うわあ！ばい、うわあ！おお！いやあ、なるほど。おお！こい、とんでもねえ。こん、手段マジで？こんなの育ててきたの？こいつガリベンを育ててきました。ガリベン。行くぜ。バケモンじゃねえか。行くぜ。どうこれ、念力、これどれぐらい入る、これ どう耐えて、全然効かない。よし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 、お、来た。鬼畜。ちょっと待って、これよし、吸い尽くせ。これ、これどう、これ虫タイプ、これって、この技って、吸い尽くせ。虫タイプだ、これ吸い尽くせ、血を。こいつの血を、これはやばい。吸い尽くせ。あ、寝ろ、寝てろ、起きて起きて起きて、寝てろ。これやべえ、これこれこれは高い、強すぎる。あー、どうしようこれ。よしよしよし、ちょっと待って、よし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 、ちょっと待って、も何もないな、これこの鬼畜要塞相手に何ができるんだろう。俺もう完全に完封された。あ、マジか。どうこれ、でもさ、こいつさ、硬えんだよな。異常な硬さを誇ってたわ。マジで。ガリベン。どうこれ、どうどう、お、急所。あー、マジ、マヒレマヒレマヒレ、もしくはマヒレ、危ない。あ、これはこれはもう仕方ない。あの、キノコの工事命中100だから、これこれどうしようもねえんだ。よしよし、ただマヒったのがでかいぞ。どうしよう、しかも抜群じゃないでしょ別に。これあとを見せるか。見せよう、見せよう。起きろ、今回は起きろ。起きろ、起きろ。血を吸え。進め。やめろ。どんだけ、全然、全然効くな。全然効かない。うわー、全然効かないな。よしよしよし、やっぱり、やっぱ効かないか。起きろ、起きろ。よし、わかった。ガリベン。あ、起きる。次は。え、これ、何すんのこれ。え、え、え。ガリベン。ちょ、これ、でもこれは起きるチャンスが増えたってことなんじゃないか、これ。起きろ。よし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 。あ、マジか。おしよ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 し、ちょっとやばい。よしよしよし、あー、やばい。よしよしよし、大丈夫だガリベン、大丈夫だ、お前はいける。あ、嘘。よしよし、いいぞ。おしよしよし、うっそ。てか、なんで外れたの。すげえ、これ外れる技なの、これって。ガリベン、いいぞ。ちょっと諦めよう。あ、え、なんで外れる、なんで外れてるの。え、なんで外れんの。え、おかしくない。え、のしかかり100でしょ。なんで外れてるんだろう。なんかプレッシャーに屈してる。ハハ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 ハ
あー嘘。よっしゃ。ちょっと待って。よし。いやーもうこれ選択肢がないじゃん俺。こいつしかいない俺は。あー、なるほど。地面か。耐えろ。まあ、耐えないよね。耐えないよね。問題はこの後だな。よしよしよし。この後が問題よ。どうしよう。なんかたまたま地面に弱いのいっぱいない？まあ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 。これ何これ？こいつは。おこいつかー。こいつはやべえ。すいません。申し訳ないです。救助救助。じゃあこいつ。おー、で高そう。見た目からしてすごい。どうだ？もう全然効かない。よっしゃ、地面だもんね。どうだ？どうなの？急所だ。出たこれ。出たよ。ちょっと待ってくれ。すいません、これ確定急所。じゃあこれしかないか。俺もこの砂かけで出ます。あまあそうですね。よしよし。あマジか。あそれ結構きついな。これしかないんじゃない。これはどうなの？当て続ける。外れて。でもこれは外れて。あー、けっどうだ。全然効かん。あ、怖い。そうか。あ、地面だ。え、ちょっと入った毒。はい、よしよしよし。いいぞいいぞ。マジでいけるでしょ。ゴブさんより早いの。猫ちゃんも早い。猫ちゃんも早い。よしよしよし。おー、危ない。結構危なかった。ちょっとなんでのしかかり俺2回外れたの。あれは謎ですね。あれなんで、あれなんで、あれなんでだよ。いや、あれなんで。出してくるからな。汚いなぁ。ゆうさん結構えげつないの持ってるからな。負けんかったらいいわ。負けんかったらいい、ほんまに。そうね、負けるのだけやん。結構こいつね。なんだおい、かわいい名前つけて。あれこいつに出てくるの。あんまりいいか別に。なんだそのわからん。邪悪な。おい、どうこれ。お前らどいつもこいつもどうや。どうどう、急所かや。急所でそれかよ。やべえ、やけどすっかと思った。俺今日の俺はマジでついてないから、やけどありえた。なあ、そうしてくるか。あ、こいつな。えこいつはどれだけ効く。えもう効かねえ。ちょっとー。やった。もう嫌やこれ。なんで3割麻痺なんですよこれ。3割か。結構高いんや。結構高いんですよこれ。こう見えてのしかかりに外すなよって。すごい寂しい。外せ。さっき外れたから。これはどうなんですか。これはどうなんですか。これは、ああ、うん、あと一回耐えるかな、どうかなっていう感じですね。もう雑魚い。どう、急所当たってみよう。よっしゃ。よかったー。ちょ待って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 、ちょ待って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 、ありがてえ。待って、よく出た。出たいや。いや、これ猫なんで、ネズミなんで。いや、俺の方が早いでしょ。いや、これ猫っすよ、杉浦さん。猫の俊敏さ知ってます。猫の俊敏さ知ってるかっていう話。うん、そんなの。縮小したで。それは猫はネズミをいたぶりますよ、それは。どう、これ柔らかいでしょ、この人。うわ、柔らけー。や、柔らか。うわわわわわわ。ちょっと待って。柔らけ。いや、これはちょっと、一方的なことになってしまった。なんで。いやちょっと待ってや。素早そうです、一言で言うと。全部マロンの方が早かったです。素早さって大事なの。大事ですね。本当に勝ちたい。もうどっちも初だからね。初ですか。優勝。はい。勝ちてよ。よしよしよし、怖い。ランタンが勝負を仕掛けてきた。ドッペルゲンガー待ってこい。ガチジー。ちょっと、なるほど、ガチジー。マジガチジー持ってんの。なるほどね。マジか。おお、マジ、これ通るよね、これ通る、ほんと。よしよしよし。うっそ。え、あっ、でまあ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 来るんだ。待って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 。あ、ミスった。まあいいや。よし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 。こんそんな効く。いいぞ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 。いけ。流血。吸い取れ。吸い取れ、血を。血を吸い取れ。こんな減るの。血を吸い取れ。
ガチ G のガチ G。 あーこんな減るんだ。ガチ、ね、対ガチ G のガリ弁でもあるわけです。そうなるわな。ちょっとマジ。はい、お見合い。マジか。マジこれどちらが愛情をかけたかだな。そうだね。どちらが愛情をかけたのかっていう。あ、ちょっと待って、あ、やっちゃった俺。すいません、ちょっと待って、複数サインしちゃった。睡眠大好き、眠り大好きだ。すいません、ちょっとこれやっちゃったな。複数サインやっちゃったよ、この人。ちょっと待って、これどうしようかな。あ、どうしよう。いや、まあ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 、はい、あー死にそう。あー、ダメか。よし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 、落ちたか。はい、どうしよっかな。あ、目覚ました。いやでもマジか、お前死ぬぞそれで。よし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 。あーくそー。よーし、まあでももうこいつにかけるしかないけど。頑張れ。お前がその気ならこっちにも考えがある。よし。あーマジか。マジか。よしよしよし、夢を失っちゃう。やられたらやり返す。これマジでまくられる可能性あるな。おらおらおら。あ、うっさ、そんな持ってんの。お前の夢うめえな。マジうめえな。マジちょっと待って、マジやばいじゃんこれ。夢おじやべえ。ちょっと待って、夢おじこいつ美味しくいただきました。こいつやべえ。まず夢おじがこいつがどれぐらい耐えれるかだと。まずは早いから、よし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 、ね、よしよしよし、後に繋げよう。うん、後に繋げる。マジで、はい、これ100じゃないでしょ、こんなかかる。夢おじ、ちょっと猫ちゃんの夢いただきます。ちょっと夢おじやばいんだけど、こいつ二足歩行になりたいという夢をいただきます。あー何それ。やばいこいつ、うめえな。やば、え、もう負けたじゃんこれ。え、もぐもぐしちゃおうかな。うめえな。ちょー強すぎるこの。よしよしよし、夢欲しやばい。さあ次何が出てくる。マジ次何出てくる。まずいまずい、これ次第だ。普通にまくられるじゃん。誰よ。あー嫌なやつ出てきたな。でもこれで頼む、俺が早いでしょ。俺早くない。いや夢欲しは結構。あーあマジか、来たでしょ。夢おじ耐えろ。なに、マジ嘘。はい、夢おじやばすぎる。え、そんなに勝った。このおっさん硬いわ。硬すぎるんだけど。マジか、鍛えてるわ。インナーマッスルがすげえわ。ちょっと待ってくれ、おい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 、夢おじ強すぎる。マジか、これ何これ、強っ、大逆転じゃん。マジか、うわーマジかー、夢おじ3立てやったー。くんじゃー、ありがとう夢おじ。うわー、俺らに夢を与えてくれた。強っ、何あいつ。ありがとうございます。ちょっと俺のさ、はい、やりたいこと言っていい？え？ユンゲラを一回しすぎるに送って、それを俺に戻してくれ。え、何それ。ちょっと待って、ちょっと待って、それ。それいや、待って、1位、1位、1位の特権でしょ、それ。あ、トレードの代わりに？そう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 。ちょっと。すぎるから俺もらわないから、何も。うわぁ、ぜひそれで。え、いいでしょ。ぜひそれで。はい、ぜひそれで。よろしくお願いします。俺のユンゲラを一回送って戻してほしい。はい、それ今国際会議のあれで通りました。今通りました。じゃあそうしよう。マジで、うん、ウィンウィンってこれのことやな。ウィンウィンで、ウィンウィンで、うん、よかったー。今後ずっとあのガチ G が出てくる。進化したガチ G が出てくる。多分レギュラーなんとかなるやろ。え、それやだ、マジでそれやだ。このガチ G、マジでガチ G なんですよ。こいつ、いや俺はこいつは欲しかったんだ。ありがとうございまーす。見てこい。うわうわぁ、シャレならんマジでこいつ。やばそう。プレデター。プレデターやな。顔が地球の生物に思えへんぞ。こいつやばいよ。シャレならん。ラスボスの風格を手に入れた。いや、今回なかなか面白い試合が多かったですね。多かったですね。
俺の試合以外もいやある種面白かったから。女よあんな。なんであんな。やりすぎやってみる。あれはね、ボコにされてましたけど。怒られた。10秒ぐらいまとめるって。ダイジェストになるわ。のしかかりました、ね、一言で。で俺たまたまこういうねトラウマなかったからいいよ。この幼少期にな。ある子やったら泣いてるよ。わかりますよ。ポケモン嫌いなの。そうそう。ノントラウマやったからまだね一回目のあれやったけども。はいはいはい。普通にさ、うん、あの 3DS もう一個買ってさやるのもありでしょ。わざましんの量産とかそんなことある。それはいややるよ俺はもう。そこまで手間かける。俺言ったけど火つけたよマジで。あ、まあ、そんな何でもやっていくんやえそれありなの。いやありでしょ。まあ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 すぎるがそれぐらい、まあまあ、これ大人がやってるからねこれ。財力、うん、いくらでも金かけたるからな。じゃあまあ次回じゃあ玉虫。はい、はい、ちょっとね、はい、わかりました。ありがとうございました。はい。